とき多治みインターチェンジは、岐阜県とき市にある、東海環状自動車道のインターチェンジである。東海環状道案内標識左下に、東海環状道、東海環状道案内標識中央道多治み、インターチェンジへは左折東海環状道案内、標識設置場所は、とき市ときつちとき口で、多治み市の市境から3 5トル離れており、計画当初から、 ドギナンインターチェンジという歌唱であった。市民にも浸透していたこともあり、日本道路公団より、時市に2004年4月頃に正式に、ドギナミインターチェンジとすると打診があり、時市も承諾した。しかし、時木市、田嶋市などを含む東農西部三市一町では、合併計画があったため、IC の名称はその新市名にする思いがあった、田嶋市と田嶋市政財会は、 東能のランドマークは、田嶋であると主張。時田嶋インターチェンジとするよう運動を始め、2004年9月、頃より活発になり、田嶋市長や、当時の田嶋商工会議所会頭らが、時市長に IC の名称に田嶋を入れるよう要望したが、市民感情や、これまでの経緯を踏まえた、時市側はそれを受け入れなかった。そこで、田嶋市側は、梶原拓知事に、 自家断版し、2004年9月の岐阜県議会で取り上げてもらい、岐阜県と東農西部三市一町で会議が開かれた。岐阜県は、時田地味とする案を、時市は、時南を提示した。東海環状自動車道の事業が始まって、長期間にわたる土地の無償対応、また旧時郡笠原町を通過するトンネルの残土処理を私有地で受け入れるなどの建設協力してきた。 ときの猛反発があったが、岐阜県は、とき田地みとする折衝案を、日本道路公団に通告し、2004年12月に、公団は、とき田地みと正式決定した。2014年現在、とき田地みインターチェンジから直接、田地見市へ乗り入れる、一般道はない。高速道路情報、道路情報版では、簡略して、ときと表示されている。当初、 一般道における東インターチェンジへの案内板表示は、他のインターチェンジと異なり、時南多治見というインターチェンジ名称が記述されず、東海環状道という路線名称だけであった。現在も、インターチェンジ入り口のみに、時南多治見と記述された案内板表示があるだけである。C3 東海環状自動車道、瀬戸品のインターチェンジ時南多治見インターチェンジ、 トキジャンクションごとし p a シックカニミタケインターチェンジありがとうございます。